よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。やっべ、すげー久々だな。やべ、ファイアーエンブレム。まあ、実はもう裏で、まあ、溜め撮りしたやつで、もう、エンディングまで終わってるんですけど、終わった後にですね、ちょっとね、プライベートでずーっとやってるんですが、面白くて、このね、ときめもう放置してたよ。完全に忘れてたよ。やべ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 。はい、で、さっき期末テストをやったんですけど、結構ね、ダメなのが多くてね、やっぱ、能力値これ低いんかな。けどね、最初の1年はね、とか言ったら、今何年目か覚えてね、全然覚えてね。そうだな、とりあえず前回どんな感じだっけな。で、ムズキを確か、好感度上げるみたいなことを、動画でちょっと見返したような気がするんだから、電話で呼びまーす。生きてまーす。あ、なんこれ、14日。3月14日。ホワイトデーか。雨降ってんのか。雨降ってたら映画館だな。予定があるからダメ。ねえ。で、これでですね、まあ、ちょっと攻略見た感じだと好きな場所とかがあるらしくて、まあ、そういうところに誘うと、成功率が上がりやすいと、誘いやすいっていう感じなんですよね。ホワイトデー来たー。はい、と来たー、ホワイトデー。ライス君、あ、ヒカル。今回は私が上なんだね。調子悪かったの？うるせえよバカ野郎。まあね、山が外れたんだよ。そうか、私は山が。なんか憎めない笑顔だな。ほんとな。ホワイトデーのお返し配るの手伝ってくれ。はぁ、アホじゃねえの、なんで俺が。冗談だよ。俺と主人公同じ反応したな。さて、俺もお返しを渡すとするか。誰に渡そうかな。そりゃ、うわー、いや、今回はね。うん、光に渡そう。光、いないかな。あ、光、おい、光。どうかしたの？バレンタインチョコのお返しだよ。あ、ありがとう。おかげで今日は最高。これだけで最高の一日。やばいな。ヒカル、喜んでくれた。よかった。修道院さん。なんだ、貴様か。BGM すごいな。忙しいの。早く用件。一緒に帰ろうよ。誰に物を言っておるのだ。目が貴様と一緒に帰れるわけがなかろう。なんだこいつ、子供の時あんなに可愛かったのによ。ふざけやがってよ。そうなんだ。じゃあね。残念。好感度が低いけんな。あ、ちょっと予定変更して、あれだな、もうこいついいわ、もうこいついいわ、もうヒカルをね、もうね、すげえ誘いまくろう。もうヒカルのね、笑顔が見たい。ヒカリー。おわ、いいね、やっぱこれだよな。よっしゃー、デート行こうぜ、デート。植物園行こうぜ。よっしゃい、うへい。はい、デート来ましたよ。そしてなんとディスク4。ディスク4っていうことはもうすぐ終わるんじゃねえか。うわー、来てる来てるぞ。ちょっと早く着いちゃってさ、退屈してた。いいよ、服いいぞ。私は、じゃあ行こうよ。行か行か。そうだね、今は。あ、やべ、どんな花が咲いてるかな。主人公の声出してなかった。じゃあ早く入って見てみようよ。見てみようよ。うわー、あの花すっごくいい香りするね。食べられそうだな。食べられません。うわ、何これはね、冷たい感じ。これは否定する感じだからダメ。その発想って光らしいよ。え、私らしい？食べられそうとか言ったこと？もうやだな。これはいい感じじゃないじゃん。おいしいわ、正解引いたぞ。いいね。今日はとっても楽しかった。おい、来たー。また誘ってね。うわ、どうしようかな。あのさ、うわー、次の攻略、攻略サイトを使ってやりながらするか、それとも地道にこうやって選択肢をやりながらするか、めっちゃ迷うな。正直ね、攻略サイト見て。
起きた、光る、光、光、あ、光最高にハッピーだね。ハッピー、それは良かったね。ところで何のことなの。同じクラスなんだよ、ハッピーだよ。ハッピーだよー。え、俺と、俺と光と同じクラスでハッピー。そうだよ、君はそう思わないの。うん、ハッピーだよ。そうだよね。いいね。嬉しいけど戸惑うのはどういうこと。お前、好きな女の子できてんのか。え、え、お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 、あー、これか。はい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 、飛ばしまーす。指導員さん、一緒に帰ろうよ。死ぬ気で話しかけてきたようだ。お、よかろう。なんだ、送り届けるの。なんだこのツンデレは。お、どうした光。今度の日曜日ボーリングに行きたいんだけど。おお、行かない。向こうから誘ってくるなんて。うん、喜んで。よかった、行こうぜ。はい、遅刻します。よっしゃ、デートだぜ。おい、なんかね、やっぱセンスの女性っていいよね。俺ピンクとかね、白とかね、青っていうか水色みたいな、ちょっと明るい色のね、服装すげー好きなんだよな。このボウリング場は施設が新しいからなかなか人気なんだって。これなんかすげーしゃばったことあるぞ。広くて最高だぜ、最高だぜ。投げにくいボールだね。一番下はないな。早く投げてよ。絶対ないな。重たいぐらいがいいんだよ。やったら私を誰だと思ってるのってなるから上だな。ありがとう。お、あ、でもこれでも大丈夫だよ、ちゃんと投げられるしね。おい、正解。どうや。ねえ、お腹すかない？時間もあるしさ。うおー、焼肉に行こうぜ、焼肉。よかった、イエーイ。じゃあ行こう。なんかカレー、ハンバーガー、うん、マクドナルド。じゃあ適当に買ってくるね。先に席を取っといてくれる。マクドナルドはないわ。マクドナルド、うおー、この絵あるんや。何か俺もそういう気がするよ。そうだよね。あ、口のところにソースついてるよ。はい、取れた。なんだこれは、なんなんだこれは。そのバーガーってこういう、うん、そう、私も次から美味しいでしょ。わーい、あはは、次試してみるといいよ。このあははってなんなんだ、このあははってなんなんだ。え、よく考えるとそれは関節キスだよ。やべー、来たぞ体育祭。これさらにあれ、いやいや、な、何を言ってる俺は。さすがに光だろ、あっという間にもうお昼の時間だな。来たー、じゃじゃーん。あ、光どうしたの。イエーイ、食べようぜ。こん時のさ、体操服ってさ、マジでさ、犯罪だよな。犯罪やないかい。あざーす。お、これうまそうだな。いただき。あ、ひっどーい。じゃあ、私も食べちゃおっと。食べようぜ。しまった、俺の一番の好物が。へーだ、油断する方が悪いんだよ。くそー、こいつめ。くそー、女にセリフ言ってるぞ。そっちがその気ならこっちも容赦しないからだ。はぁ、唐揚げゲッツ。ブースで競技することになっても知らないからね。おい、やめろ、めっちゃ食うぞ俺。なんだかわかんないけど結構お腹いっぱいになったな。もう私のスペシャル弁当ほとんど食べたからじゃない。光だって俺のを結構食べたじゃないか。そういえばそうかな。じゃあお互い様だね。かわいいだおい。おっと、そろそろ別のやつしようかな。ちょっと 100m 走やってみようかな。そろそろ。よし、出撃だ。もう1位はね、1回なったしな。あ、でもここで二人三脚したら光と一緒やったんかな。100m 走、丸ボタンと×ボタンを全速。
連打すると早く走ります。フライングは1回まで。2回目のフライングは失格となります。また反則と見られない行為は受けましょう。次はクラス最高 100m 走です。よし、なるほど、俺のボタン連打のこの実力が発揮されるというわけだな。多分ゲーム上で俺丸ボタン連打系は初めてじゃないかな、実況で。さあ行くぜ、めっちゃ速いからな俺。よーい、位置について、よーい、うわ来た、1楽勝だな。さあ最初フライングしてしまったからちょっと怖かったけど、爪いて勝ったな。めっちゃ多分音うるせえと思うんだよな。すっごく頑張ったね。いやもう頑張ったよ、もうもっと褒めて。おい、出るじゃろなじゃねえよ。俺も疲れたんだけど、俺もさもうぜーぜー言ってるよ。で能力値がねそろそろねこんな感じになって、どんどん光を刺そうかなと思っております。もう爆弾なんてどうでもいいよ、他のやつらなんて知るか。出て行こうぜ。雨か、ボーリング場行ったからさ、映画館行こうぜ。おー来た、いいね。これほとんどさ断れんのじゃないかな、そろそろ。お、夏服かわいいな。また、え、帰ろうぜ。うん、いいよ。今2番目の選択肢すごかったな。そんなのお断りだみたいな感じで書いてたらすげえな。そんな女の子にそんなに言えねえよ。よーし、デート三昧だ。うおー、ちょっと早く着いちゃってさ。そんなことないよ、私は来たかったから早く来ただけ。可愛くなってるな。じゃあ行こうよ。やばいな、ショートヘアはまずいな、やばいぞ。ここの映画館今は LA コンチメナブルをやってるんだ。そうなんだ、楽しみだ。じゃあそろそろ時間だし入ろう。エールコンチルさんとは1950年代にロスで行われた大量殺人事件を追う刑事たちを描いたサスペンス映画である。うーわー難しいな。ホラー映画は嫌いだから、そういうのもちょっと苦手だから。けどヒカルのあれはだいたいつまらなかったねというね評価はないはずだから、まあまあだったね。そうだね、まあ噂通りだったなって感じ。無難な終わり方。来たー、ほらね、どうや、わかってるな、ね、俺女の子の気持ち。お、時間もあるし、よし行こうぜ。マクノナルドゥはやめようぜ。この喫茶店で少し休んで。お、いいね、喫茶店混んでるみたいだけど。うえー、お邪魔します。あれ、コーヒーだけでいい。うん、俺はこれで十分だよ。私のパフェコーヒー好きだからね。お、食べる。無理しないで。なんだよ、無理すんなよ主人公。あうわー、全然俺こっちだな、全然恥ずかしくねえよ。人の目なんて全く気にしないからな俺。美味しいでしょ。いける、デート行こうぜ。今度コンサート行こうぜ。お、いいね、全部OKするね。あざーっす。うおー、かわいいな、相変わらず。ちょっと早く、ふん、じゃあ行こうよ。主人公もちょっと早く行こうぜ。ここのホール今は KNM 工業区を。いや、そうだね、よし入ろう。おお、日本で最もメジャーなオーケストラだ。俺そんなん見たら寝ちゃうよ。あ、これ絶対一番上だな。今のコンサートすーごく良かったね。そうかな、ちょっと物足りなかったけど、もちろん悪くはなかったよ。今日は楽しかった、また誘ってね。あのさ、一緒に
帰ろうよ。あ、そういうことか。いい選択肢を選べば飯食いに行くんだ。なるほどね。お、今日ヒカルの誕生日か。イエーイ、あげる。何しようかな。最新のホップ CD 絶対ないわ。迷彩バンダムって、ガラスのペンダントめっちゃいいな、これ。これさ、どんな女の子にさあげても絶対喜ぶだろう。あ、壁ドンしろ、壁ドン、壁ドン。どうかしたの？今日ダン、今日お前の誕生日だよ。これ誕生日プレゼント、開けてみてよ。嬉しい、私のことか。やったぜ。いや、喜ばない女の子とかいねえだろ。お、美人帰ろうぜ。待ってたんだ、マジで。クラス一緒なのに。嬉しいな。もうすぐ期末テストだね。そうやな、期末テストだ。勉強ね、やってるやってる。やってはいるけどあんまりはかどらないんだ。今日も一夜漬けかな。頑張ってよ、君なら大丈夫。うん、頑張る。簡単に言うなよな。ふう、じゃあ一緒に勉強する？やる気が出るとも。気が向いたら言ってよね。勉強しようぜ一緒に、俺と。ひかる、勉強しようよ。ショッピングで。よーし、オッケー。こ、こらやめろよ、サービスエース。あ、じゃあこっちもお返しだ。いっこれ。なんだこれ。おい、おじちゃんイチャついてんじゃねえよ、リア充。おい、爆発させるぞお前、爆発や。お、ホムラ何やってるんだ。読んでたらスカートに垂れつくなよ。そりゃてん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 ってなるわ。 なんか言おうかよ。あ、やっぱイベントあるんだな。マジでさ、ガンダムが出てきそうなさ BGM なんだけど。いや別に通りかかっただけだけど。まったく参るよな。私も そんなわけないだろ。どっちが懐いてるんだが、まあとりあえず犬だろ、分かってるよ。あ、ホムラ帰ろうぜ。ホムラ、あ、お、びっくりしたぜ。お、ちゃんと名前で、あ、名前、あの、なんだ、あれ、タメ口でさ、言ってさ、振り返ってくれた。よかったら一緒に帰らない？いいぜ。 お前と一緒に帰るとなんか面白いことあるからな。ふたまた。お菓子めっちゃ持ってる。テストだぜ。う、ホムラ、嫌なこと思い出させるな。さあ、まみろ。あ、現実逃避なんて甘っちょろいこと誰がさせるか。お前めっちゃさ頭悪いくせにさ調子乗んなよ。ほう、どうするって言ったのは誰だよ。ホムラこそ現実逃避しようとしてたんじゃないのか。バカ野郎、誰がそんなことすっか。ま、生徒会長だろう。ま、テストが終われば休みなわけだし。どうぞ。生徒会長は頭が良くて可愛くてが一番普通だろうが。お、ヒカルとデート、よっしゃ。じゃあ今回はここまでで終わろうかな。おえー、正解をね押せば、飯に一緒に食いに行けるということが分かったからね。今度は外さないぜ。今回はどうしよう。洋服見に行こうぜ。いいね。おえー、私さ、いいね。ショッピング好きなんかな。ねえねえ、私ってさどんなイメージの服が似合うと思う？そうだな、ヒカルはな、髪の毛が赤だからな、まあ下はあれだな、青がいいな、うん、水色みたいなやつね。それでね、ワンピースがいいな、俺、薄いちょっとね、感じのワンピースがいいな。あー、一番上か一番下だな、これ真ん中のやつはないな。あー、キャミソールのドレスいいね。はっ。
女の子っぽいの選んでくれてすっごく嬉しいんだけどさ、ご存知の通り着たことないんだよね。着てみてよ。まあこんなもんだろうな。あ、くそよ、最高の選択肢一番下だったか。今日は楽しかった。あのさ、あー、くそー、失敗したか。というところで今回はここまでにしたいと思います。ちょうど1年ぐらい、半年ぐらいか。いやー、あれだな、ちょっとツイッターでちょっと聞こうかな。一応今ね、光のね、攻略をしてると思うんですけど、次回からはちょっと攻略サイトを使うか使わないかをツイッターであげようかなと思ってます。で、まあもちろんのことなんですけど、攻略サイトを使えば、まあ、すんなり終わって、こうスイ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 ッと、ね、編集も簡単にできて、まああのなんだ、スムーズに物語は進むと思うんですけど、もしね攻略サイトを見ない場合はめっちゃ長くなるんですよね。やっぱこの選択肢どうやか、この選択肢どうやかってなるんで、まあ、攻略は難しくなると思うんで、そうだな、半分以下、半分以下じゃないな、3割ぐらい、まあ、自分、7割ぐらい自分でやってみてくださいっていう声があればやろうかな。うん、半分はねちょっとダメやな。正直攻略サイトを使ってやりたい。うん、長くなるんだよな多分ね、これね最悪の場合ね 100% までいくと思うんだよな。うん、なのでちょっとね短くスムーズにいくためにちょっとツイッターで聞こうかなと思っておりますので、ご了承くださいませ。次回光攻略、ババン、じゃねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃねー。